ここが町の人が言っていた風変わりな人が住んでいる家なのね。なんだいお嬢ちゃん、またなんか用事かい？道具がちょっと見えましたもので。ふーん、こりゃ珍しい。普通は頭からバカにするか相手にもしないかのどっちかなんだけどな。そんなことありませんよ。既存のものに満足しないで新しい何かを作り出そうとしているなんてすごい立派なことじゃないですか。まあな。けど普通の人間はそういった未知のことを恐れるもんだ。自分の知識にないものの存在は全て否定する。何かきっかけでもないと認めようとはしない。あ、そうか。私はクロードの光の剣を見てたから。しかしまあ、お嬢ちゃんは特別なのかもしれんな。これからお茶にするつもりだったんだがよ、お嬢ちゃん、よかったら一緒に飲むかい？まあ、無理にとは言わないがね。じゃあ、ごちそうになります。どうぞ、入りなさい。知っての通り、うちは町の奴らに奇人変人扱いされてる。まあ、俺にとっちゃ大したことじゃないがな。ただ、心配なのは娘のことだ。娘さん？そうだ。プリシスって言ってな。環境のせいかもしれんが、俺に似て暇さえあれば妙なもんばっかり作ってる。友達らしい友達もおらず、いっつも一人でな。そこで頼みがあるんだが、お嬢ちゃん、うちの娘の友達になっちゃくれねえか。私がですか？何の偏見も持ってなさそうなお嬢ちゃんくらいにしか頼めねえんだ。頼む、助けると思って。こっちこっち。お邪魔します。あれ、レナ。クロードこそどうして。なんだよ親父、デートするならデートするで先に言っといてよ。何を言っとるか。お前こそ男を連れ込むなら連れ込むで俺に見つからんようにせんか。そんじゃ、レナもこれに興味があったってわけ？ええ。まあ、真の天才もいつかは人に理解してもらえる時が来るということだ。大抵死んじゃったずっと後にだけどね。一言多いぞ。まあまあ。だけど、どうしてここにあるようなものを作ろうと思ったんですか？いや、その、自分で言うのもなんだが、天性のひらめきってやつだろうな。はあ、そうですか。そんなことよりもだ。俺はさっきから
君の服装のことが気になっとったんだがな。他の人とは違うだろう。そうですか。そこいらで売ってる普通の服ですよ。ねえ、クロード。みんなも待っているし、そろそろおいとまさせてもらいます。お、そうか。大したもてなしもできずにすまんな。いえ、お茶美味しかったです。さっきさ、親父が天性のひらめきとかなんとか言っていたけど、あれ嘘だかんね。嘘。昔ね、うちの親父がピカピカ光る変な鉄の塊を拾ってきたんだ。すごく大きいの。なんか空から落ちてきたって言ってた。落ちてきたって、ソーサリーグローブみたいに空から。うん、多分ね。それでね、それで、ねえレナ、もしかして焼き餅焼いてプンプンなの？だったら素直にそう言いなよ。私は別にライバル全然オッケーなんだからさ。私はそんな。そんならいいじゃん別に。それともやっぱクロードのことが気になるの？そんなわけないでしょ。じゃあ問題ないじゃん。問題あるの、終わりよ。なんで？なんでって。なぜ、何、どうして、なんでなの？それはね。そう、ソーサリーグローブ、ソーサリーグローブのせいなのよ。いい、プリシス、私たちはこれからソーサリーグローブの探索に行かなければいけないのよ。悪いけど、あなたに構っている暇はないの。ほえほえ、ちょっと待てよ二人とも。もしかしてクロードたちってさ、ソーサリーグローブを見に行こうとしてんの？ああ、そうだけど。私も行く。ね、お願い、私も一緒に連れて行ってよ。そんなこと言われても。ダメなの？私だって仲間じゃん。おいおい、いつの間に仲間になったんだよ。私はずっとそのつもりだったよ。なーに？私は仲間外れ？別にそういうわけじゃないけど。じゃあ問題ないじゃん。だってさ、ソーサリーグローブも空から落ちてきたんでしょ？だったらそれ持って帰ってくれば、今よりもっとすっごいのが作れるよ。それにさ、私のことを普通の女の子として扱ってくれたのってクロードたちだけだったしさ。プリシス。本当？レナ。まあしょうがないでしょ。やったー。ほんじゃさ、私いろいろと準備してくる。町を出る頃には合流するからさ、先行ってて。